どうも、ご機嫌です。今ね、今日さ、フォードのオーナーさんが今日来るもんで、取り来るもんで領収書書いてたっすよ。今立ち上がったら、ここ机に手ついてふって立ち上がったら腰やっちゃいましたね。やべえぞ、よちよちしかるけど、あー痛い、あーちょっと待って、どうしよう、ちょっとやべえ、やべえ、痛い、おちょっと待ってよ、どうしたらいいかな、ちょっと、じゃあ、やべえやべえやべえ、本当にやべえ、あ、ちょっと、やべえ、まだ。フォードちゃんのヘッドライト変えてないんだ。ああ、ちょっと待って。ちょっと待って。こうしてると楽だ。こうしてると。ちょっとまずいな。おい。ちょっと待って。カメラ動かして。やべえ。本格的だこれ。あーでもこう四つん這いだったらいいな。四つん這いっていうかこう、あやべえ、大田さん迎えに行かなきゃなんないのに車乗れないなこれ俺。あーちょどうしようカメラ邪魔、ちょっとすいません、オーナーさんタイヤに座らせてください。あこっから動けねえぞ、おい、どうしたらいい、どうしたらいい、杖はちょこんだん中だ、くそどうしよう。フォードちゃんのほこりだけはたいてきました。前かがみの姿勢だとかろうじて歩けるんですけど、背筋をまっすぐ伸ばすことができないですね。であと足が上がんない。多分今からオーナーさんから連絡が来たらちょっと駅まで迎えに行くんですけど、座っちゃえばなんとかなると思う。この姿勢だったら、あいって、この姿勢で背中がシートにつけばね、アクセルぐらいは踏めるんだ。座ってるといいな。そろそろね、そろそろオーナーさんから連絡があると思うんですよ。ちょっとここにいよう。連絡があったらちょっとアストロちゃんでね、駅まで迎えていきます。さて乗れるかな、乗れるかな、ちょっと乗ってみます。よいしょ、こっち
側からこうやって乗るのはなんとかなるな。よし。よいしょ。痛え。乗っちゃえばなんとかなる。乗れた。行って行って。ちょっと待って。ケツの財布が邪魔だ。ちょい。よし。乗れるには乗れたぞ。ブレーキ踏めるか。踏めるな。よし、止めると。ちょっと待て。ちょっと待てよ。シート、シート。大丈夫か？いけるか？いけるか？よし。乗っちゃえばなんとかなるな。よし。なんとか、なんとかいける。問題は降りる時だな。はい、駅の方へ近づいてきました。オーナー様はどこにいるんでしょう。ただちょっとね、腰から下がすげえわ。両足に寒気がするってなんだよ。あ、いたいた、あれそうだ。あ、オーナーさん柄悪いなお疲れ様でーす。どうぞどうぞ。柄悪いですね。お願いします。はい、長らくお待たせして、ね、申し訳ありません。最後ジョコンドさん乗りたかったけどな。ね、昨日そして今朝、はい、あのちょっと故障やっちゃいまして、またちょっとすごいやつを今やっちゃってて、まだ荷物を積み込めてないですよ。持って帰ってもらう。ああ、そんなの大丈夫。それとあとヘッドライトを車検用に変えたんですけど、それも変えてないです。あ、いて。あれって自分でできるかな。あ、差し込まれてるだけなんで。あ、じゃあ自分でやりますね、はい。それぐらいやろうと思ってたんですけど、朝領収書書いてて、机に手ついて立ち上がろうとしたらやっちゃって。意外となんかしょうもない時にやるんですよね。でも作業が全部終わった後で良かったですけど、前は今オーナー様がお帰りになられましたね。行って。
の戸さえ閉めらんねえよ。どうしたらいい？ちょっと、なんとか事務所へ戻ってきました。ちょっともう、ちょっと待って、動けない。やべえな、やべえ。